今回また料理勉強しましょうね。美味しそうじゃないですか、この写真が。これはカンボジアの、まあ、お朝食ですね。朝食とかお祭りの時、大体これこの料理が入っています。これはカレーですよ。クマエル語でノンあーサロガリノンパン、okay、ノンパン、ね、ノンパンはパンですね。サロガリはカレー、サロガリノンパン、サロガリノンパンね。サロガリノンパンありますか？タミンサロガリノンパンって感じね。サロガリノンパン、カレーパンはありますかという意味です。まあ、やっぱりカンボジアのカレーですね、味が甘いですね。まあ、砂糖が少し入れますので、ちょっと甘い味ですね。まあ、パンとつけて、まあ、美味しいですよ。これすごい有名ですね。どこで食べるか、まあ、オーロマキットの中に地元がやってる屋台みたいな野菜とか魚、その間になんかそういう屋台がねあって、こんな、カレーパンが食べれますよ。大体値段はいくらだろうな、5000リルぐらいか6000リルぐらい、 1.5 ドルぐらいですね。大体 OK ね。ノンサムロガリノンパン、これはカマエル語でね。 OK、 もう一個はこれ同じカレーだけど白いヌードルが入ってます。ノンバンチョクはね、白いヌードルはカマエル語でノム、ノンバンチョク、ノンバンチョク、サロケリノンバンチョク、これもよくあります。パンじゃなくて、白いヌードルつけて食べるカレーだね。でお野菜とかも入ります。野菜とかね、こんな感じですね。野菜はバジル、バジル入ってますね。あとはバナナの花ね、入ってます。OK、 もう一個いいね。サムロガリノンバンチョク。 OK、 じゃあもう一個。 OK、 これ私大好きな料理です。まず、お湯に沸かしてから焼いた魚、焼いてた魚お湯の中に入れて、まあ、お湯の中に入れて、プラホックという臭い魚、プラホックね。あとはレモン、レムジュース、まあ、混ざって、で野菜とつけて食べます。野菜とかご飯とかつけて食べる料理です。でカマエル語でタクルーンがね、タクルーン、これは魚肉です。私1週間、だいたい1日が2日間ぐらい作って食べます。自分で作りますよ。これがタククルーン、タククルーンね、有名ですね。タククルーンはカラーがいいですよ、食べるとね。やっぱり魚は栄養が多くて、野菜とかもね、これ油は全然入ってないので、やっぱりカラーがいいですね。これね、どこでも食べれますよ、ゆかさん。クマエルキッチンもあるし、観光レストランもあります。だいたいどこでも食べれますね。タックルーン、クマエル語でタックルーンで、クマエル語はここに書いてあります。OK、 じゃあもう一個ですね。これはスープだけど、豚肉、タケノコ、あとはヤシの里、ヤシの里のスープです、これね。ヤシの里のスープです。味が少しちょっとだけで甘いです。お祭りの時、まあお寺行く時はいつもみんな家で作ってお坊さんに渡す料理です。これがね、豚肉が人気。豚肉と、まあ、卵も入っています。ゆで卵も入っています。まあこの写真は入ってないけどね。で、クマエル語で、まあコートロペアンサチュルク。サチュルクは豚。コートロペアン。コートロペアンサチュルク。コートロペアン。OK。コーは、まあ、コーはね。コーは、まあ、甘いスープ。コーはね、甘いスープ。甘いスープということは、砂糖、ヤシの砂糖がスープに入れる。
ことですね。はい。OK。トンペアン、これトンペアンはタケノコ。トンペアンはタケノコ。サッチュルクは豚肉。これらも美味しいですね。クマルキチもあると思います。あ、でも、クマルキチはタケノコあるかね。あるかどうかわからないけど、オーラ、クマルキチの近くに地元がやってるレストランがあるじゃないですか。まあ、そこはあるかもしれないですね。チェックしたらあると思います。OK、もう一個ですね。OK。これが、さっきタックルンが私好きなものが似てますけど、ただ、プラホクティ。OK、プラホクは、臭い、魚だね。クティはココナッツミルク。だから、作り方は、まあ、どうだろうね。作り方は難しい、進めだけど、炒め。魚と豚肉混ざって炒めにして、その後はココナッツミルク入れて、で沸かす感じ、ね、あとちっちゃい野菜も入っています。これね、あの緑の野菜はこれね、日本語で知らないですけど、ちょっとね、冊子がありますよ、見せます。これです。この野菜ですね、夏みたいな味だけど、ちっちゃいですね。これ入れるとね、すごく美味しいですよ。これがね、そう、さっきと同じですね。トカラシは、まあ、普通は飾りだけですね。辛くはないです。飾りだけだからね。辛くではないです。これ美味しいね。これも私好きです。まあ、ちょっと油が入ってますけどね。ちょっとだけね。炒め物だからね。油が入っています。これは野菜とつけて食べます。まあ、野菜はきゅうり、ナス、サラダ、とかね、はい、いろいろね、野菜がつけて食べます。これも美味しいね。では、まあ、クマルキチもあると思います。大体観光レストランはありますね。OK、もう一個は、これとこれが似てますけど、これはね、ココナッツミルクが入ってますけど、ちょっとね、スープみたいな感じね、スープみたいですよ。これが、ココナッツミルクはなし。ないですよ、使わないですね。炒め物だけど、これとこれが一緒だけど、これがココナッツミルクが入っている。これがココナッツミルクは入ってないですね。これがクマルキプラホクティ。プラホクティやね。はい、プラホクティです。これが美味しい。これも、あ、これは美味しいんだけど、あんまり食べてないな。プラホクはね、たくさん入ってるから、これ臭いんだよ。あ、臭くないけど。臭くないけど。うん、なんか味ですね、味はこれとこれが味が近いですけど、これがスープみたいな感じのスープ、あの味ですね。これスープじゃない、うん、あの味です。難しい説明だけど食べてみないとね。これパラホクリーニュークマルコで書いてあります。野菜はまあ大体これと同じつけてますね。野菜がね、パラホクリンリンリンパラホクリン。はい、お疲れ様です。また前でご勉強しましょうね。次の動画で会いましょう。バイバイ。